今回は人気占い番組にも出演する琉球風水師シウマさんが登場。今日から9月、シウマさん、9月はどんな月になりますか？2023年9月は暦の上で蚊の子鳥一泊水星という星の月になります。もうテーマがシンプル、何事も曖昧にしないでできるだけシンプルに分かりやすくっていうのが開運のテーマになるんですよ。なのでどこどこ行く、イエスノーをはっきりさせるっていうことが結構プラスに働く月になります。どうしても2023年9月というのは曖昧になりやすいんですよ。受け答えをしっかりするっていうのと、自分の気持ち思いをしっかり伝えるっていうことはしなきゃいけないです。イエスかノー、シンプルな意思決定が大事なんですね。それではシウマさん、気になる9月のラッキーナンバーを教えてください。9月のラッキーナンバーは17です。17はシンプルに物事を伝えるっていうこともできますし、あとみんなとどう楽しむかっていうことも考えられますし、いわゆる見せ方、魅力みたいなものを出すこともできるので、なので17が相性いいかなということで17です。そしてそれぞれの運気別のラッキーナンバーがこちら。健康運の数字は2つあるようですが、その健康運の部分のテーマでいうと睡眠なんですよ。睡眠時間、いろいろ仕事のこととかいろんなことを考えすぎて寝れないっていう人は3、別にそういう何もないよっていう人は8。3という数字は子供らしさとか子供のような感覚でっていう特徴を持ってるんで、なんで子供ってわーって騒いでスッて寝るじゃないですか。なのでいろいろな物事を深く考えずにスッと寝れるようにっていうことで、まあ8っていう数字自体はそもそも健康運に強い数字になるんですよ。眠れないっていうようなことじゃなければ8の方がおすすめです。また9月のラッキーアクションはコーヒーや紅茶を飲むことらしいですよ。今月もみんなにとっていい月になりますように。番組の内容はウェブサイトオキティブでも公開中。もっと詳しく知りたい方はオキティブをチェック。